次に竹本直和君。委員長、自民党の衆議院議員竹本直和でございます。今日は参考人の皆さんにきちっと私が疑問に思っていることをお聞きしたいと思います。まず浅川参考人をお聞きします。あなたが、AIJ 投資顧問の代表取締役に就任した2004年以降、現在まで一度もデリバティブ取引の損益が虚偽の報告となっておりますけれども、当初から顧客を騙す目的だったのではないかと私はそう考えるわけです。なぜそういうことを言うかと言いますと、ちょっと資料としてはお示しできなかったんですが、デリバティブ取引損益及び純資産額の推移というこの資料によりますと、平成15年3月にから始まっているんですが、その時はプラマイゼロでありましたけれども、16年から平成23年までずっとマイナスであります。デリバティブの損失総額は1000億を超えております。そして対外的にその資産状況を報告するのに、実際の純資産額と虚偽の数値当然違うわけですけれども、当初平成15年にはともに純資産額は63億、そして虚偽の報告も63、虚偽とは言えませんが63億こうであったんですが、翌年からも平成16年から純資産が102億であるにもかかわらず、対外的に公表しているのは129億となっています。それがずっと続きまして、平成23年には純資産が251億であるにもかかわらず2090億円の資産があると報告しております。嘘ばっかりなんですね。で、当初は、最初は善意でやったと、こういうふうに、しかし損失が出たから埋めるためにというような言い訳のような話をあちこちのところで聞きますけれども、どうもこの数字を見ると最初からそういう仕組みを考えれば儲かると考えたか、うまくいくと考えたんだ、なんか最初から騙す目的があったというふうに思うんですが、いかがですか。浅川参考人。先ほども申しましたが、最初から騙す目的で運用を尽くしたつもりはありません。委員長。竹本直和君。年金基金は中小企業の従業員のために設立されているものであります。あなたがこの運用を任されて運用するときに、中小企業の社員の顔が頭に浮かびましたか。浅川参考人。全国の年金、今94基金入っていると思う、私ども入っていると思いますが、理事長さんおよび常務理事さんおよび従業員の方たちも見ております。全部浮かびます。竹本直和君。AIG ではですね、その予定利率をいくらで想定していたのか聞きたいと思います。基本的には日経225や国債の先物逆張りを行っていたと聞いておりますけれども、実際はどのような運用を行っていたのか、なぜそのような無茶な運用をしていたのか、中小企業の社員の貴重なお金を運用するとなると、そんな博打のようなことはできないはずでありますが、なぜそういうことをしたのか、博打に自信があったんですか。浅川参考人。基本はヘッジっていうのを使ってますが、博打したという覚えは全くありません。竹本直和君。貴重な資産をその先の見通しも何もかかわらず、そのような無茶な運用をすることに対して責任を感じているのかいないのかということを聞いたかったわけであります。さらに給与の点を見ましても、私が調べたところでは月収600万円ぐらいもらっているということでありましたけれども、嘘のことを報告しながら、そしてこれだけの報酬をもらっていることにどういう感じ、申し訳ないという気持ちなのか、当たり前だという気持ちなのか、どちらですか。浅川参考人。今となっては申し訳ないという気持ちでいっぱいです。竹本直和君。お客さんに嘘の報告をして、その時点では申し訳ないと思っていなかった、当たり前だとじゃあ思っていたんですか。もう一度答えてください。浅川参考人。当たり前だとは思っておりません。竹本直和君。委員長、先ほどの質問にもありましたけれども、2009年以降ですね、新たに契約して集めた資産を運用していたわけですけれども、
その資金は何に使いましたか。結局損失を埋めるために、あらかじめ投資をしていたその年金に返す資産として資金として使っていたのではないかと思いますが、いかがですか。ですか。浅川参考人。申し訳ありませんが、そこのところもう一度説明していただけますでしょうか。はい、はい、すみません。いいです。いいですか。竹本直和君。2009年以降、新たに勧誘した、そして、基金を預けられるわけですけれども、そのお金を払い戻す人たちに左から右へ回していたのではないかというのが私の疑問であります。そういうことをしていたかどうかということです。いいですか。浅川参考人。私どものファンドは募集枠を決めてましたから、権利が変わるだけですから、それを埋めるというのも売る人もいり買う人もいますから、全体の運用枠は基本変わらないわけでございます。だそれを埋めてるとはそういう認識はないわけでございます。はい。竹本直和君。東京年金経済研究所の石山氏のことは、社保庁 OB ですけれども、この人はいつ時点で知り合いになったのか、あるいはそもそも知らなかった人なのか、どちらですか。浅川参考人。2003年の3月、5月に初めて年金金さんというの、東日本文具というところで買っていただいたわけですけれども、その時の常務理事やったのが今の石山さんでございます。実は知り合ったのは2002年の暮れぐらい、今のここにいる西村社長の紹介でお会いしたというのが実情でございます。竹本直一君。直和です。直和君。石山氏と、コンサルタント契約を結んでいますけれども、結んだ理由は何ですか。石山氏の何に期待をしてコンサルタント契約を結んだんですか。浅川参考人。西山社長が東日本文具を辞めるときに、年金のコンサルトをしてみたいというので私も共鳴しまして、それで、会社を一緒に作ったということでございまして、当初会社をやるのにある程度資金がないと厳しいというのでコンサルを私どもが払うという方法を取りました。竹本直和君。石山氏から年金基金の担当者を紹介されましたか。紹介された年金基金担当者は社保庁の OB でしたか。浅川参考人。直接の紹介というのは一切ありません。東京年金経済研究所で開くセミナー、そこに4社か5社あるうちの一つとして紹介されております。竹本直和君。4社5社というようなそんな少数ですか。もう一度答えてください。浅川参考人。説明する側が4社5社で、聞くお客様は 10社とか12社とか、な大きな人大きな、セミナーではなかったと思います。竹本直和君。石山氏が契約を取り付けてくるようなことはありましたか。浅川参考人。それは一切ありません。竹本直和君。そもそも、浅川氏は野村証券時代は栄養畑にいましたけれども、栄養畑のあなたに資金運用ができる能力があると考えていますか。浅川参考人。営業と資金運用の違いを言っているんです。浅川参考人。資金運用と営業とは全く違うと思っています。私が能力あるかどうかというのは、野村職を辞めてちょうどもう18年になりますが、いろいろ経験しました。で、私一人で運営したわけではありませんが、私どものファンドマネージャー等の意見を聞きながら運用してきたというのが実態でございます。竹本直和君。あなたの能力がどの程度かは別途いたしまして、石山氏とコンサルタント契約をした背景には、石山氏が社保庁 OB であり、そしてその人脈をフルに活用すれば
たくさんの基金から帰宅をされ、そしてこの仕事がうまくいくと考えたのではないかと私は思うが、いかがですか。浅川参考人。そういう動機で石山氏とお付き合いしたわけではございません。結果として、なったわけであって、むしろ逆に金額が増えて私どもの方が困ったという状況でございます。それですから石山氏と付き合うために、あの年金を取るために石山氏と付き合ったというわけではございません。竹本直和君。顧客から AIJ の監査報告書が含まれておりますファンド報告運用報告書の開示請求があったと思いますけれども、なぜこの場合開示を拒否あなたはしたんですか。浅川参考人、なぜ開示拒否をしたのか。あのどこから開示したかと、請求っていうのは顧客からです。顧客から。あ、分かりました。あのお客様から開示請求されたのは1社だけでございます。で、 あとは運用報告、監査報告書じゃなくて運用報告書ということで、昨年の10月の金融庁のヒアリング、関東財務局のヒアリングでもって、2010年の3月期のやつで、急遽昨年の11月に2011年の3月期の監査運用報告書ですから、監査報告じゃありません、運用報告書を急遽出したという状況でございます。竹本直和君。あの知人の公認会計士に監査報告書の改ざんを依頼したと聞いておりますが、その理由は何ですか。浅川参考人。あの監査報告書じゃなくて運用報告書でございます。ですから運用報告書の改ざんというか、いうのは私が、今現在の水増しのナブの数字を渡してそれでこのように、作って、くれないかということで数字も全部出して、それでもって、作っていただいたということでございます。いや、これはあくまでも騙すということではなくて、水増しナブを継続して今の状態を維持したいということで言ってるわけです。竹本直和君。まさに嘘をですね、公認会計士にですね、いわゆる公的存在ですよね、ある半ば、こういう人にですね、言ってみれば公文書として記載させるってまさに詐欺もいいとこじゃないですか。そういう認識はどうしてない。嘘をですね、書かせるわけですから、それを信用させてその通りの書類を作るんですから、それで何の罪も感じないんですか。浅川参考人。監査報告、運用報告書については任意で作っているところもありまして、実はなんとか今の形を維持したいということもありましてやりました。これは詐欺というつもりは全くありませんでした。竹本直和君。委員長、嘘の数字を書かして騙したつもりはないというのはなんと不思議な答弁だと私は思いますが、もう少し真面目に答えてください。石川参考人に聞きます。コンサルタント会社設立時に AIJ から資本金の3分の2の出資を受け、社員の派遣と給与の支払いもしてもらっております。さらにコンサルタント会社は2004年から5年9月まで出資した AIJ の浅川社長の会社と同じ場所に置かれ、役員のうち数人は AIJ の役員も兼務しておりますけれども、あなたと浅川氏の関係はどのようなものか、あなたの側からと答えていただいて、あなたたちは表裏一体じゃないのかと私は思いますが、いかがですか。石山参考人。会社を設立する際に、資本金を出していただいたのは、それは間違いございません。それから、今、そのありました、社員の派遣を受けてというのは、これ、全く事実と違います。当社、これはある新聞社が配信した記事にそう書いてありましたので、直ちに私は抗議をして、訂正をしてくれと言って、訂正をしてくれというふうに言ってますが、まだきちんとした回答はありません。それから、その従ってその報酬も払ってもらったということもそもそもありえません。竹本直和君。先ほどちょっとコメントいたしましたけれども、社保庁人脈を使って全国の基金におる社保庁 OB に基金運用セミナーへの参加を呼びかけたことがあるか。
それを送ってください。これ石山参考人。ちょっと説明が長くなるかもしれませんが、私がその年金基金の方々に説明する場合に、個別基金に行ってあるいは個別基金に呼ばれて説明する場合と、それから自ら主催をして行う場合と、それから年金基金の方、まあ、各県に協議会みたいなのがございますので、そこの勉強会に呼ばれる場合といろいろあります。で、私が主催した場合には基本的に府県単位でそういう説明会をやってましたので、それぞれの、府県に皆さんにそれぞれの府県の基金さんにみんなご案内を出すわけです。で、集まっていただいた方の中には大部分が社会保険との関係のある方です。それはたまたま私がそういう人たちだけに案内を出したということではなくて、それぞれの県の全体に案内を出すと集まった方々が結果としてそうだったということでありまして、特に人脈をどうのこうのということではありません。ある県においては企業年金の方々も同時に集まっていただいたケースもありますので、意図的にそういうことをしたわけでは全くありません。竹本直和君。今までこのセミナーは何回開きましたか。石山参考人。確かには記憶しておりますが、多分15回前後ではないだろうかと思います。竹本直和君。AIJ に年金資産の運用を委託していた74基金のうち、なんと47基金に社保庁 OB が天下しております。これは事実です。 AIJ が厚生年金基金に説明に訪れた際に同席し商品を進めたことがありますか。石山参考人。私が年金基金に、呼ばれる場合にはただその商品の説明だけということは全くありませんで、その他の議題もあって、それでお前も出てこいということで言って、その、まあ、その日のうちに、場合によってはその反動の説明を聞くということはよくあるわけでして、そういう意味では一緒にいましたけれども、 AIJ を特に言ってみれば引き合わせるというようなことはしたことはありません。竹本直和君。年金のプロであるあなたが AIJ の不正に気づいたのか気づいてないのか、これはぜひお聞きしたいと思います。もし気づいていたとすれば、いつ頃気づいたかという。石山参考人。冒頭でご説明しましたように、説明される数字あるいは資料として出される数字は聞く方としては申請のもの、間違いのないものとして受け止めるのが前提でございまして、そういう意味から言うと、一方では先ほども申し上げましたように、価格下落ヘッジをしているということですので、その通り行われていた結果だというふうに理解しております。したがってどの辺からおかしかったかというのは全く気がつきませんです。竹本直和君。気づいたのはいつですか。石山参考人。気づいたというか新聞報道を見て初めて知ってました。竹本直和君。後でお渡ししてもいいですが、まあ、ご存知だと思いますが、フューチャージャパンという雑誌のこれコピーでありますけれども、2006年の号ですが、その中で、あなたが対談をしておりますけれども、ちょっとその一くだりを言います。2004年4月にスタートした当初は、このお宅の会社ですね、オルタナティブに限定したコンサルタントを考えておりました。オルタナティブの資金と伝統的資産の資金は別々ではなくて一緒にあるわけですから、その一部をオルタナティブに移すとなると伝統的資産の方にも手をつけなければならない、まあ、こう言っています。要はですね、例えば国債を買うとか、その定理運用だと魅力はないから、博打と言って、博打じゃないと言っていましたけども、要するにむちゃくちゃな逆張りをやって大変なリスクをかける、でそういうことを専門にやればトータルとして儲かるだろうというのがですね、当初の、この会社をあなたが起こした会社の目的だったのではないかというふうに思いますが、そうではないんですか。
石山参考人。私が厚生年金基金で仕事をしていた自分、すでに株式だとか債券では予定利率を達成することが極めて困難な状況になっておりました。それでそうすると、つまりそれは市場全体が弱くなってきたということもある一方、債券の金利がどん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 低くなりつつある最中でございまして、年金資産の予定利率を達成するというのは極めて困難な状況にありました。そうするとリスクをできるだけ抑えながら、少しずつでも収益を積み上げようとすると、いわゆる絶対収益型といわれるオルタナティブに目を向けていったのは極めて自然なことだと思っておりますし、それを単に収益の追求だけではなくて資産全体のリスクの抑制という意味合いもありますので、そういうことでオルタナティブというものを推奨しておりましたし、それを専門にやろうとこういうふうに思っていました。竹本直和君。リスクの抑制じゃなくて、ファンドを成長させようとしたのが本当の動機だと思いますが、いかがですか。石山参考人。オルタナティブというのはですね、種類がものすごくたくさんあります。それで年金基金としてはどれを選ぶかというのは、それ自体がなかなか大変な作業なんですね。だからどっかのファンドにその資金を積み上げてやろうとか、そんな意図ではこの仕事はできません。竹本直和君。委員長、今回の事件は、先ほどあなたも被害者と言われたし、証券会社の社長も被害者だと言われた。そして、浅川氏本人は何とも言えないと、こういうことでありますけれども、そもそもこの情報ですね、信託会社が関係する立場にあったわけですけれども、そういったところに、知られていたのではないか、あるいは信託協会とか、協会ではないでしょうけど、信託会社が知っていたのではないかと思いますが、これは、浅川参考人に答えてもらいたい、と思いますが、いかがですか。浅川参考人。知っていたかどうかは、私どもはちょっと判断しかねと思います。竹本直和君。委員長、野中参考人いかがですか。野中参考人。先ほどの我々が示しましたスキームでありますように、このスキームでおきますと大変残念ではありますけれども、我々は分かりませんでした。竹本直和君。野中参考人にも聞きます。金融庁は今回の問題を受けまして、企業年金を運用する投資顧問が過度なリスクを取っている場合や不透明な運用をしている場合に信託銀行に警告させることを検討し、警告後も改善が見られる場合には契約解除を検討するように求め、信託銀行がこうした責任を果たさない場合には業務改善命令などの行政処分を科す規制の強化策を考えております。ただ運用状況の公表義務のある公募型のファンドを用いれば今回の強化策は有用であると考えるが、 AIJ のように出資者が AIJ の顧客に限られる志望型ファンドには運用状況の公表義務がなく、金融庁の考える強化策では今まで通り信託銀行としては志望型ファンドの方向を信ずるしかないと考えられますが、いかがですか。野中参考人。ご指摘のとおり、志望型ファンドの場合は、現行の仕組みではファンドの報告を信じざるを得ないと、そういう局面があります。ただ我々、こうした年金特定信託という業務を営んでいるわけでございますので、さらに、商品性を改善いたしまして、基金の判断に資するような、報告精緻化を進めていきたいと、そういう意味で協会内にワーキンググループを3月2日に作りまして、今議論を重ねているところでございます。委員長。竹本直和君。自主規制かあるいは、規制の強化か、いろいろ方法あると思いますが、しっかりとした対応を考えてもらいたいと思います。これで終わりますけれども、いずれにしろほとんど革新の問題には浅川参考人以下答えていないわけであります。ですから私はこの問題解決のためには、浅川参考人、それから今日は出席しておりませんが、
高橋氏、それから ITM 証券の西村氏の承認喚問を行う必要があることを指摘いたしまして、質問を終わりたいと思います。以上です。